第二次江南大英攻略は、1860年2月から5月にかけて太平天国軍が新朝の江南大英を撃破した戦いである。新朝は太平天国の都の典型の近郊に江南大英と呼ばれる要塞を築き、1856年の第一次江南大英攻略で一度は破壊されたものの1858年に金佐大臣和春が 再び建設して、包囲の体制を敷いていた。1860年1月から2月にかけて新軍は、天慶の西北の下の関、旧州を占領し、太平天国軍に危機が迫った。これに対して、菅王博士一と中央李秀重が協議し、義を囲んで長を救う策を採用した。2月10日、李秀茂は2万の大軍を率いて、公州に向けて新軍し、侍、 大利予見も、古州を攻めて、公州を攻める李秀重を援護した。トンネルを掘る作戦で3月19日に李秀重軍は公州城内を制圧し、石膏準部ら従う殿は自殺した。これを聞いた、清の朝廷は数春に公州救援を命じ、数春はやむを得ず、江南大英の兵1万3000人を派遣した。4月4日、 高南大英から兵を引き離すことに成功したことを知った李秀重は、甲州から撤退して北上を開始した。タスク王、ヨウタスク清、侍、シ、サムラオーリヨケン、英王陳玉星らが応援に駆けつけ、太平天国軍10は逆に高南大英を包囲した。5月2日に総攻撃が開始され、5月15日に陳玉星軍が高南大英を突破した。 和春は負傷し、港南帝徳バリ国は太陽で敗退、高生帝徳バリ玉両も敗退、湖南帝徳代理の周天樹も寧国で敗退し、天慶の方位は解かれたのである。これ以後、天慶攻略は祖国戦率いる将軍が担当することになった。ありがとうございます。